ユッキー、今日は何の日でしょう？え？なんかの日だったか？覚えてないの？まさか、お前の誕生日とか？ブー。じゃあ、なんだよ。答えは、ユッキー以外の休み。ユッキー以外の休み。私も休ませろよ。ユッキーは頭いいから休む必要ないじゃん。意味がわかんねえよ。むしろ頭を使う係だからより休みが必要だろ。じゃあ一緒に休む？休むは当然だろ。朝っぱらからイチャイチャしとるの。もはや風物詩ですね。してねえから。セラフ第31エブタル、直ちに教室に集合。また急な呼び出しね。なんだろう。いい予感がする。よし行こう。相変わらずポジティブなやつだな。作戦行動が発令されたわ。いや、そんな弱気じゃダメだ。虚勢でもいい、喜べ。よし来たー。そこに至るまでが聞き取れませんでしたが。よし来たーとは喜べない。それって命を懸けて戦うってことだよな。からの、いや、そんな弱気じゃダメだ。虚勢でもいい、喜べ。あたしよし来たーであります。なるほどなるほど、そういうことでしたか。納得です。くるくるパーカー。早速キレさせたか。もう司令官がくるくるパーカーっていう人みたいになっとるやんか。人生でなかなか口にせえへんはずやで。作戦の決行は22日後。これからその内容を説明します。作戦名はオペレーションプレアデス。神奈川県南西にある旧国道246号沿いの秦野盆地に巣くうキャンサーを排除し、箱根の入り口となる拠点までを人類側に奪還する。あなたたちを含めて総計7つの部隊が参加するから大規模な作戦になるわ。切り込み隊であるあなたたちには先陣を切って盆地へ突撃し、密集したキャンサーを掃討してもらいます。セラーと言うたけど、死んでも全然おかしない内容やん。まあ、切り込み隊に任命された時から覚悟してたけどな。あなたたちが中心となってキャンサーを一掃した後、別の部隊が共闘歩の資材を運搬し設営を行う。共闘歩が完成したら盆地に残るキャンサーを排除して作戦終了よ。共闘歩ってなんだ？防御の拠点だろ。当然その間にもキャンサーの増援は来るだろうけど、あなたたちは周辺を守ることに集中して。検討むなしく共闘歩が破壊されたらわかるわよね。 Fly me to the moon。 どういう状態だよ。し、まあ生身のまま月まで行ったらそりゃ死ぬよ。死ぬという意味では間違ってないわ。要はこの作戦が成功するかどうかはあなたたちにかかっているというわけ。そのあたりを踏まえて作戦に臨んでちょうだい。何か質問はある？東条の母親は事故死じゃなかったんだろう？あなたは何を言っているの？バカかお前、そういうの黙っておけよ。もう一度言ってくれる？いや、なんもないです。後ろめたいことは何もありません。だったらいいのだ。明日から作戦に向けての訓練を始めます。訓練は 31B と共に行います。部隊長の葵さんは、茅森さん、あなたよりたくさん知識を持っているわ。見習うべきことがあるでしょう。切磋琢磨に努めなさい。この私が彼女に身体的に劣ると？ルカさんは人気アーティストだったんですよ。関係あるか。しかもお前ら 31C の山脇と文吾の言動をトレースしてるからな。またデジャブを感じたわ。では解散。隠蔽している側にドストレートに聞いて何か得られるとでも思ったか？いや、ポロッと、あ、行っちゃった、やべ、
みたいにならないかなって。どんなイージーミスを期待してるんだよ。それよりこっちの暗躍がバレる方が致命的だろう。やべ、正論だ。ほんと注意してくれよな。すごいゆるゆるですね。こんなので大丈夫でしょうか。存在がゆるいお前が心配するな。しかし、また訓練の日々が始まるのか。かったるいな。せっかくの休日だし満喫しなきゃな。まずは腹ごしらえだ。頼むから迂闊な行動はしないでくれよ。毎回フォローする身にもなってくれ。ほら、カフェテリア行くぞ。どっちにしましょう。もう昼飯やぞ。一本だけにしとき。次の作戦も大変そう。頑張ろうね、ルカさん。いろいろと難題ばかりだけど、今の私には一つのことしか考えられない。今日のランチ何にしようかしら。お、ユッキーが珍しくサンドイッチ食べてる。一つもらっていい？いいけど。スモークサーモンのサンドイッチだぜ。何その煙と魚足したみたいなの。煙と魚足したのだよ。やだよそんなの。人が美味しく食べてるのにひでえ言われようだ。貸しな。厨房にお願いして丸ごとフライにしてきてやるよ。その何でも揚げたら美味しくなるというかつての動画クリエイターのような発想はやめてくれ。ねえ、訓練の間おとなしくしておくの？いや、新たな情報も得られたし、動き始めよう。何か思いついたのか？ 31B の部隊長と会う。有益な情報が得られるかも。え？グラッチ！なんでそんな驚いた目で見るんだよ。いや、お前でも成長するんだなって感動してるんだよ、みんな。思わずイタリア語で言ってしまいました。グラッチェってありがとうって意味だからな。グレートみたいな意味じゃ使えないからな。知ってたし。だんだん負け犬の遠吠えみたいになってきてるぞ。任しとき、コテンパンに芝居てるわ。喧嘩売りに行くわけじゃないからな。私がいては相手をビビらせてしまわないか心配です。逆に舐められるから安心しろ。でも、たくさんいる基地の中からどうやって 31B の部隊長を探したらいいかな、ユッキー。そんなの電柱でいくらでも調べられるだろう。ほら、こいつが部隊長さんみたいだぜ。さすがユッキー、ナイスハッキング。閲覧しただけだわ。あいつは確か。ルカさん、今トラが前を通り過ぎていったの。何なんだろうあれ。確かめたい。おいおい、一体なんだよ今の。くそ、
そでけえ生き物がジムの中に入っていったぞ。見つけたはいいが、なんこれ、どうしてこんなところにいるんだろう。え、飼ってるの？野放しになっているのだけど。襲うことがないからああやって野放しなんだろう。じゃあユキ行ってよ。なんでだよ、隊長が率先していけよ。はっ、ビビりか。襲いかかってきたらセラフ出せばええだけやろ。あ、そっか、セラフがあれば怖いものなしだな。よし、行く。許可なくセラフを出すのは禁則事項なんだがな。おお、よしよしよし。わーうー、手泣くんだ。ワンと泣くとでも思ったか。名はなんて言うんだい。わーうーか、よろしくな。わーうー、なわけあるか。その子は白子です。おっと、図らずもターゲットにたどり着いちまったようだぜ。あなた方は？かわいい。いや、かわいいけど、ちゃんと答えろよ。でも、うちのカレリンには勝てまい。こちらが朝倉カレンこと、カレリンだ！今はカレンちゃんでした！カレンちゃんだったか！負けた。何してんねん、うちら。相手さん、ポカーンしてるで。ポカーン、本当にしてる。あ、ありがとう、ビャッコ。虎が正気を取り戻させた。どっちが人かわかんねえな。すみません、ポカーンとするのが癖でして。くそ、なんてコンビネーションだ。私の萌えのツボを刺激してきやがる。いやいや、ルカ、答えてやれよ。私らが何者か。ああ、 31A だ。やっぱり、あの切り込み隊に任命された。おいおい、そんな騒ぐなよ。人が集まってくるだろ。どんなスター気取りだ。ロック界では超新星と言われてたけど。そうだった。ちょいちょい忘れるよな。ギャップがすげえんだよ。ポカーン、またポカーン鳴ってるで。ありがとう、ビャッコ。くそ、私の萌えのツボをいちいち刺激してきやがる。あの、挨拶してもいいですか？もちろん。私は 31B の部隊長の青井エリカです。明日から作戦の訓練一緒ですね。頑張りましょう。こっちは一人を除いて天才軍団や。せいぜい足引っ張らんことやな。え？おいおい、めぐみ、うちで一番バカなお前が人様にどんな口聞いてんだよ。テストの点数自分も同じやってる。あ、そうだった。デーペリンか。イラッときた。おいおい、ユッキー、テヘペリンコはむしろイラッとするような場面で空気を和ませる効果のあるおまじないだぜ。仕方ない、もう一回やってやるか。逆効果神経魚でやるな。ほらユッキー、相当イライラしているじゃないか。それはお前のせいだ。私はメグミンをたしなめただけで他には何もやってないぜ。幻覚でも見たか？テヘペリンコって言っただろう！こんなしょうもないこと二度と言わせるな！ユッキーの前でやらなくて誰の前でやるんだよ！どうすりゃやめさせられるんだ！ポカーン。おいおい、相手さん、またポカーンしてるで。あ、ありがとう、ビャッコ。いや、かわいいな。二人、31A に来ない？
31B が困るだろ。でも白い虎の名前が白虎ってそのまますぎない？カタカナで白虎だからいいんです。意外に大人しい。これでもセラフ部隊の一員ですから。え、この虎が？やべえ、ルカとハモっちまった。不覚だ。はい、私よりも古く先輩に当たる存在ですよ。まさかセラフも呼べるのか？はい。すげえな。そいつは大変な目に遭ってきてるんだろうな。おお、よしよしよし。白虎がこんなにすぐ懐いた？人懐っこい性格じゃなかったのか。人懐っこい性格ですが、人見知りなんです。私も触ってみたいです。よしよし。ぐやっ、噛まれるところだった。腕がもげるところだった。ほんまや、たまには懐かへん。おお、よしよし。おとなしくなった。無駄な能力を持ってるな。よーし、白虎とも仲良くなれたことだし、改めて聞きたいことがあるんだ。はい、何でしょう。何しに来たんだっけ。みんながずっこけるようなことを言うな、部隊長。とりあえず疑問をぶつけてみない？うん、そうだな。刀削麺を知っているか？知っとるわけあれへんやろ、アホか。ああ、あの片手に生地、片手に包丁を持って湯の沸いた鍋の前に立ち、生地を細長く鍋の中にそぎ落として茹でるやつですね。知っとった。しかもコピペでもしたかのように一言一句たがわん説明。やるな、気に入った。今度飲みに行こう。はい。お前ら未成年だからな。話を戻さない？そもそも話は始まってもいない。なんで私以外はこんなのが集まった？神のいたずらか。そうだ、聞きたいことはキノコの山ほどある。訴えられるぞ。この軍、何か隠してると思わないか？え、いきなり何ですか？どうしてそんな疑問を？だっていきなりセラフィムコード唱えてセラフ呼んでキャンサーと戦ってパージしろだなんて謎が多すぎるじゃん。パージしろとは言われてないだろ。それは科学者たちの英知の結晶ですから、私たちが理解できないのも無理ないかと。そうなの、ユッキー？まあな、4次元以上の多次元が存在するなんて思ってもみなかったからな。つまりユッキーより科学者たちの方が優秀ってこと？そうだろうし、そもそも分野が違うわ。私はあくまでもプログラム専門だよ。多次元や宇宙の分野で叶うわけねえだろ。そっか、じゃあ記憶の方を確かめてみよう。ちゃんと記憶は地続きか？途中でなくなってたりしないか？私はちゃんとあります。そっか、ならいいんだけど。もう話は終わりでいいですか？いや、まだある。お前は何の天才なんだ？天才？どないな才能に恵まれとるんかってことや。才能ですか？強いて言うならテストで100点以外を取らない才能ですかね。ほんまもの天才やった！え、ここに来て最初にやらされたテストもかよ。はい、すべて満点でした。ユッキーは？100点取れたのは数学だけだよ。チェンジ。何がだよ。冗談だよ、私がユッキーを手放すようなバカな真似するやつだと思うか？思わなくもないよ。だろ、驚かせただけだよ、安心しな。否定はしてないんだけどな。 31B の他のみんなも何か取り柄があるのね。はい、そうですね、みんな何かのエキスパートですね、この白虎も含めて。ちなみにその白虎さんの特技は？オセロができることです。負けた！それぐらいできろよ。おい、タマ！ふっ、ふい！気にすんな、うちもでけへん。アホの集まりか。ということはやはり何らかのエリートがスカウトされてここに集められているってことね。東条以外な。なんや、またナービーの目が綺麗か？ここにはおらんで。カレンちゃんの耳が可愛い。
空気読んだかのようにカレンちゃんになったな。意外といいやつなのか。おい、司っちをいじめるなよ、めぐみ。チームワークが乱れるだろう。その通りだけどさ。最後の一言余計だよ。もう話は終わりでいいですか。そうだな。ではトレーニングに戻りますね。最後に一つ、同期として明日から共に訓練に励む者として助言しておこう。何でしょう。一緒に頑張ろうな。はい。ためて言うことでもないだろ。よし、激励し合ったし戻るか。何しに来たんだ。カフェテリアに来たけど、何か食べようかな。さて、何頼もうかな。刀削麺が、私を呼んでいる。このもっちもち感がたまらないんだよな。何杯でも食べられるぜ。でも職人さんってすげえよな。麺の太さや長さがほとんど揃ってる。これが匠の技か。私もやればできるかな。ルカさん、刀削麺を食べているんですか。私も刀削麺にしてみます。いや、ここは任せな。お玉さんの分は私が作ってやんよ。え、ルカさんがあの麺を削ると言うんでしょうか。ああ、やってみたかったんだ。だって生地を直接鍋にそぎ落とすのに麺の太さが一緒なんだぜ。その腕前に惚れた。弟子入りしてくる。なんならお玉さんも一緒にどうだい。わかりました。やったりましょう。さすがお玉さんだ。行こうぜ、刀削麺堂。断られた。怒られました。食べた食べた。そろそろ帰るか。今日はとりあえず 31B の部隊長青井エリカと会ってみたわけだが、科学者たちが優秀ってだけで有益な情報は得られなかったわね。まあ同期だもんな。知ってることは私らと一緒か。でも白子さんは可愛かった。ものすごく。カレリンの方が可愛いよ。ホストか。考えるのはここら辺にして今日は寝るか。ああ、明日からまた訓練始まるしな。そんな。ずっと休みが続くとでも思っていたか。ユッキーさ、異様にお玉さんに突っ込むのうまいよな。ここにいりゃ嫌でも鍛えられるよ。嫉妬なのに、いなしたわ。うんうん。ちげえよ。これでもじわじわ削られていってるんですが。ならバカみたいにボケるな。こいつは天然ボケや。ん？そうかもな。わかったらええ。なんか気持ち悪いよ、お前。なんもないわ。そこまでお玉さんがお気に入りになっていたか。すげえ、めぐみんでもどもることあるんだな。マジ意外だぜ。勘違いもほどほどにせ。いじめが許せんだけや。関西人ならツッコミだとわかるよ。バカ呼ばわりは度が過ぎとるわ。あー、関西人はバカ呼ばわりはシャレにならないんだったな。今度からはちゃんとアホって言うよ。頼むで。いや、アホ呼ばわりされても関西人じゃないんで感覚的には変わらないんで。おいタマ、アホはユニークなやつやっていう褒め言葉やで。ならユニークなやつでいいじゃないですか。アホか。関西人はそんなまどろっこしい言い回しいちいちせえへんねん。みんなでいじめてるみたいになってきてるからな。